はい、こんばんは、島津です。皆さん、バイオハザードアウトブレイク、本日もやっていきたいと思います。前回は第3ステージの巣窟、チャレンジしてみたんですけど、そうですね、害悪サバイバーとね、一緒に活動してしまったというのと、あと、まあ、謎が解けなかったっていうところもあって、うん、クリアちょっとできませんでしたね。なので、今回はリベンジといきたいんですけど、前回の動画ね、見返していろいろ分析したんですけど、前回謎が解けんかったパスコードのところ、あれわかりました？どこに番号が書いてあったか。どうやらね、B6 って棚自体はね、あのマップ上で調べることができないっぽいです。で、そのね、B6 ってメモが書いてあった2番目の方に薬品名がたくさん書いてありました。その薬品名のコードと、もう一枚手に入れたファイルの、2345だったかな。あの数字を組み合わせれば解ける。ということだと思います。うん。なので、そうだね。今回紙2枚取って、うん。それであのパスコード、もうすぐ打ちに行きたいと思います。これはね、時間との勝負っていうことは分かったんで。Yeah. 時間が経てば経つにつれてこっちが枯渇する。うん。毛虫みたいなゾンビ死なないんで。そう、こっちの在庫がね、アイテムの在庫が枯渇していくんで、もう時間との勝負です。で、ちなみにあいつはね、昼みたいですね。どうやら毛虫って思ってたんですけど。名前がね、リーチマンって言うみたいです。うん、教えてもらいました。あの、視聴者の人に。またお前ら嘘でしょ？ちょっと待って待って、落ち着こう。あ、違う、こっちじゃない、こっち。これステージで固定っぽいね、キャラクター、どうやら。お前らか、また。わかりました。オッケー、もうやるしかねえわ。行こうか。うん。もうお前らのことは知らん。俺はもう完全に今回見捨てますよ。もうご勝手にしてください、自由に。自由にしてください。うん。あとね、ここどうやら、ハンドガンを取らんければ出てこないみたい。うん。だから、この間はゆっくりファイル自体は読めるっぽいね。うん。松葉杖も取っても問題ないっぽい。ハンドガンを取ったら出てくる。うん。じゃあハンドガン取らんければいいんじゃないって一瞬思ったんだけど。いや、やらねえ、やらねえ。お前。あ、いいや。一つぐらいやるわ。棒切れ。はい。棒切れやるから。こんか。棒切れ。投げるだけしかできないけどね。うん。そうそう。スルーすればいいんじゃないって思ったんだけど、それだと、医者のイベントが発生しないんですよね。お、待って待って、今回ジム結構ついてくんじゃない？いや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 。冷静に行こうぜ。これでリーチマンが出てきて、もうここはスルー。ね。前回玉めちゃんこ使いましたけど。はい、行きましょう。どこに投げてんのよ！どこにお前投げてんのよ。投げるんだったらこっちに投げんか。当てつけか。俺がこんだけ散々文句言ってるから。当てつけか。一応投げましたよっていうね、手だけはね。手だけは、なんつうのかな。なしてみた。ですかね。ちょっと言葉が合ってるかわかんないですけど。うん。投げて、一応助けようと試みたよっていうのだけね、表したんでしょうね、きっと。バカ誰が、本当に。ちゃんと当てろ。棒切れあれ一回外すとね、もう拾えませんからね。あ、今ひどかったね。マジでひどかったね。とんでもねえ AI だ、ほんと。一応取っといて、ファイルも。あ、これ地図か。ちょっと待って、そっち行く前に。あー、イベント入っちゃった。しまったね。ほらね、復活すんだよ。ちょっと、ここね、行く。とりあえず、奥行って。よいしょ。血液。これに関しては、いた。いかにしろ。待って。何も持ってないよ。ストンピングで潰そう。ちょっと早く離れよ、バカ。早しろ。くそ！くそったれ。こいつらってダメージ受けるんですかね？ちょっとそこ知らないんだよね。よいしょ。で、あいつらもう好き勝手してますね。こうなってくると、待てよ。松葉杖に切り替えて、ここ登って殴れるかね？あ、いけるいけるいける。ちょっともうここで松葉杖消費します。よいしょ。
いいポジションだね。いい感じに頭に当たりますわ。オッケー。何取った？いや、またか。落ち着け。よいしょ。胃液は入ってこないからいいね。入ってくるんですかね、あとは。ちょっと待って。降りて、一旦降りて、殴る。殴る。殴る。消えた。まあ、そうだね。もういいか。2回だよね。とりあえず2回行こう。確か2階のここにあんだよね、ファイル。違ったっけ？ 2 階と1階じゃないっけ？で、それを組み合わせると。ここだよね、確か。昼が出てきて。あ、いたいた、おったおった、リーチマン。ちょっと待って。はい、メモ取って。危ない、危ない。そうか。ああ、しまった。近づきすぎちゃう。ああ、待って待って。危ない危ない危ない。ハンドガン、ここもか。あ、やばいやばい。はい。危ない危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。死ぬぜ。離せ。ちょっと、ここ、ドジったね。大ダメージ入った。おそらく重症近くなってるから、救急スプレー使って回復して。一回行こう。一回。もう。ここ。はい。2345を足すの。さっきの手に入れた紙。はい、来ました。で、ここ昼がいるんだけど、簡単に倒せるんで、タックルでいいのかな？タックルじゃいけない。ストンピング？あれ？あ、やばい。来たな。ちょっと待って。痛い。待って、倒せねえぞ。タックルじゃ。なんかしらの武器じゃないと倒せないっぽい、ヒル。だからハンドガンで倒すしかないね。3発使うか。まあ仕方ないね。そういうことね。なるほど。これどうすかな？もう血液使う？血液使ってその間にやる全部。できるかね？結構長めだけど、血液確か。いる？いないいないいない、消えた。待ってね。あ、いたいた。オッケー。よし。入力。待ってね。なんかいない。なんかいない？なんかいるよね。外れ。あ、おったおった。待って、待って。オッケーオッケー。じゃあ、ここで使う。まず1個目失敗。で、2つ目は、3、4、5。違う。続いては、9、5、6、6。違う。次は、3、5、5、5。来た！エレベーター。よし、来た。B2 に行ける。こんな感じ。こんな感じでした。それじゃあ、B2 に行けるようになったんで、なんだ。B2 に行く前に、鎖の鍵か。あれを取んないといけない。で、あれを取るためには、B1 の鍵。B1 の鍵は2階から行けるよね。確か。2階に行こう。あれ？ 2 階だったっけ？ここは恋愛室だよね。ここにはなかったよね、鍵。鍵っつうか、カード。B1 の。そうだね、2階から階段降りていった先だったかな。いや、順調だよ。めっちゃ順調。やっぱね、学習っていうのは大切。分析。ゲームを攻略する上での。お、待て待て。そこゾンビいたっけ？ここ。いた。どうすかな？渡すかな？あらあら！やば！くそ！暗い！いた。まだか。6発撃ってもいかない。なるほど。あとはストンピング。いたいたいた。ジョージ、これやるわ。はい、使え。ケビンの能力が活かしきれないからあげる、それ。Thank you.
はい、よし。でもうあとは勝手にしてくれ。俺はもう行く。ちょっと待って、HP やべえな。こうしといて。で、これで、今鎖に鍵取ったから、B2 行きます。もうそこしかないからね、絶対。それじゃあ、B2。さあ、B2 には何が待ち受けているんでしょうか。ね、今回初めて、ちょっと行きますけど。はあ？もう行った。え？危ない危ない危ない。危ない。重装備してなかった。これなんだ？はい。スコット・ジョージ就任カードキー。連絡または変更になりました。ここのカードキーを取ってこんとダメっぽい。うん。バッテリー、危ない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 。ちょっと待って、どうすかな、これ。タイミング見て。オッケー。デリー。無理だ。ちょっと待って。通路が。いけるか。殴れ殴れ。ジョージ、お前ふざけんなよ、ほんとに。すっ飛ばすぞ。冷気が流れてるね。ここ。凍らすんかな、こいつ。どうすんだろう。でもさ、昼だからさ、熱に弱いよね。ということは、焼却炉ですかね、地下にあった。あそこに最終的におびき寄せて燃やすんですかね。いや、それもあり得るよ。調査依頼書。これ追加されてる？あ、来てる。周辺で捕獲したおかしなキルの調査を依頼した。ウイルスの変異だと思われる。マカスシもなんちゃらかんちゃら。答え待って推定でも1メートル以上はあったという。一定の温度以上の熱源を嫌う性質がある。火器の取り扱いに注意してくれ。わかった。はい、オッケー。熱だ。うん、こいつの弱点、熱。まあ、ちょっとね、もう早口だったからね、じっくり見たい人は、一時停止してみてください。まあ、ちょっと素早く、ピッ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 こう。どんどん読んでいった感じで、ね、読みづらいかもしれないですけど。これは、止血剤。オッケーオッケー。待てよ。なんだ？高温、低温。中に人がいるため、温度設定の変更ができない。なんでよ。出てこんか、ジョージ。お前のせいで温度設定できんか。どっか行け。お前どっか行け、マジで。あ、待って、血液。待って。お前ら、あ、ナイス、ナイス、ジム、血液くれ。そういうことだよね、そういうことだよね。うん、これやるから。ここに、おびき寄せんだよ、あいつを。お前ら、あっち行け。どっか行け。お、行け、帰れ、血液を渡した。血液を渡しただけで十分。お前らを帰らんか。ジョージいかんか。どっか行け、お前らどっか行け。どっか行けってよ。お前ら、あい、行けって。いいんだって。なんでこういった時だけ俺と一緒いんの。なんでこういった時だけいんの、お前ら。バカなんじゃないの。早くお前らどっか行けって。マジふざけてる、これ。待って、もうすげえ文句言わして。なんでさ、そう、人が、いない状況の条件を作り出さないといけない。この時に限ってお前らは集まってくんの。今まで自由奔放に、どこでんかしこでん行ってたのに。おー、ふざけんなよ、お前。もうクリアさせない気満々じゃん。悪口聞こえてるんですかね。音声入力機能ありましたっけ、このゲーム。悪口が聞こえてんのかもしれない。あ、邪魔してやろうぜって二人で思ってんでしょうね。バカ、誰が早くどっか行け。お前らが行かないとダメなんだって。入ってきた。行くぞ。はい。あ、出ろ。今。違う。高温。OK、来た。乾燥しろ。
もうボタボタ落ちてる。行ったね、行った。よーし。ヒル全員、全部死滅しました。で、これで、低音にすると、あの医者がカードキー持ってんじゃない？なんか、ね、さっきのメモ早口、早読みしたけど、なんかカードキーがうんちゃらかんちゃらって、うん。医者がうんちゃらかんちゃらか。カードキーは。医者がうんちゃらかんちゃらって言ってたんで、多分持ってると思う。あ、カードキーが落ちてる。やっぱね。Okay、ああ、あんたが、うん、あの時の医者だ。一体何が起こったのだろう。あれだよね、宿主を書いたんですよね。と、うん、なるほど、カードが熱を持ってる。取れないと。何せいなんでしょうね、カード。プラスチックじゃないの。早く、お前行け、ジョージ。お前マジで。低音にできないんだって、お前がいるから。うんーと、こいつらふざけてる。ねえ、ジョージ、時間がもったいないんだって。お前バカなの、本当に。早くしろ。最悪、あ、もういいや。これ一旦出よう。うん、俺についてくるんだったら、そうだよ、引き離せばいいんだよ。引き離した瞬間すぐこう中入って低音にすればいいだけだから。はぁ、ほんとふざけてる。あ、ひるいた。What's happening? Come on! Sorry. ゾーリーじゃねえよ。あ、来た。おめえはヒルの相手しとけ。来んなよ、こっち来んなよ。AI に対してのイライラがちょっとマックスなんです。OK。何も起こらない。昨日が停止したようだ。え？もう触れるってこと？一定時間経てば触れんですかね。あ、いけた。レベルキー、あ、レベル2のカードキー。ね。手に入れました。じゃあこれでおそらくそこはいけると思う。あー、蘇った。何体いる？まあ分からんけど。おっし、入った。外した。た、おもちゃまだバカなのか。早く攻撃せんか。積極的に攻撃いかんか。目の前にいるのに。ねえ、目の前にいるのに殴んないとか、もうどうかしてるよ。こいつらあれですかね、まあ、あのゾンビに人権をって思ってるやつらですかね。うん、じゃないと殴るだろう普通。これなんかがある。衝撃を与えると、まあ冒頭で出るんだよね。衝撃を与えると爆発しそうだ。やめとこう。え、もうこれ出れんのかね。あ、出れるっぽい。まあ鎖あったからね。うん、ここだろうなって思ったんだけど。これで終わり？いや、そこのガソリンを入れるんじゃないの？どうだ？あれ、ボス戦？もしかして。リーチマンってボスじゃなかったの？まさか。嘘？嘘やばくね？ちょっと待って。出れる？あ、動かしますか。声で脱出かな？どうでしょうか。いいや、カードキーいらん。で、ハンドガンの弾はまあ十分だね。うん。俺が戦うわ。あと、もまあ近接あるからいいか。いきます。さあどうだ、ボス戦あるのかないのか。まあできればこうすんなり脱出したいとこなんだけど。あ、待って、なんかあるわ。思い出した、このシーン。なんか来るよ、ほら。そう、ヒルが溜まってんだよ。で、火つけたことによって、そう、昼の虫がね、目を覚ますんだった。思い出した。え、これまずくねえかな？まずくねえかな？今回のステージって武器が少ないからね、ハンドガンぐらいしかないから。
どうだ、勝てるか、まあ、ケビンの能力をうまく使えば勝てるかもしれない。回復アイテムもあるし。わあ、出た。ちょっと。どいて、いけいけいけ。早くいけ。いけ。危ない危ない危ない。急げ。距離を取って。ちょっと待て待て。こっちで合ってんのか？違うな。もうやるしかねえな、これ。手前でやるしかない。ええ、ええ、なんじゃこれ。頑張れ頑張れ、殴れ殴れ殴れ。いいぞいいぞいいぞ。そこ俺が援護する。おう。はい。お？やった？あれ？これ？こっち来んか。来んか。お、ジム、死にたくないっていう割には結構あれだよね。タフだよね。え、倒すんかなこれ。あ、いった。ダウンしちゃった。いいじゃねえよ。はい。あれだ。え、じゃあ。リロード。うまく殴らんか。縦殴りしてんか。やば。え？オッケーオッケー、いいよ。いいよ。俺に当たってないからいい。待て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 。これもう一個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 。こっちに行くのが正解なんかもしれない。なんか倒せない気がする。はい、痛いから振動を感じる。どこ？はぁ？嘘？マジ？ジムがリーチマンになった？あ、やば。はあ、マジか。このステージ味方死んだらリーチマンになんだ。ええー。ちょっと待って。配管から振動を感じるって言うけど。行こう行こう行こう。リーチマンは草やろ。これかな、これ、これでダメージを、これにダメージを与えればいけんですかね。待って待って待って。なんもない。つまり、もう倒さんとダメっぽいね。もうでも、リーチマンになったかな。いる？どうだろう。配管にダメージを与えると。どこだよ、配管って。どこのことを指してるかわかんねえわ。当たってんのこれ。おしおしおし。おし。来い。殴れ殴れ。いいよ。切れた。危ない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 。殴れ殴れ殴れ。は？そこかよ。はい、いい感じ。危ない。当たってる。当たってる。OK、いいよ。倒した。ギミックの使い方がわからん。倒したっぽい。え、待って。早せんとジョージが死ぬ。ジョージどこいる？水の中に浸かってるよね。どう考えても。あれ？ジョージどこ？待って、ジョージどこいる？どっかいるよね。どっかいるんだよね。はずってんだよね。ここ。あ、いた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 。よかったよかった、ね。ジョージいた。ジョージいた。どうにか、ギリ、ジョージだけ助かりましたね。え、ここかよ。あのさ、ここなんつうのかな。ちゃんとこう、オートでさ、
ギミック狙ってくれる機能欲しいよね。じゃないとどこ撃てばいいのかわかんないよ。まあ、今んとこだったみたい。で、倒しました。ケビンのこの能力がなかったらなかなかきつかったね。あとはもうそのギミックをうまく使うぐらいしか方法がなかった気がする。で、出れる？脱出。ボス戦ではリーチマンは出てこないみたいだね。やったー、クリア。Things are that strange. If I keep walking, can I awake from this dream? ああ、危なかった今のは。本当。あいつらに弾渡してなくてよかったね。あいつらに弾渡してたら、ちょっと余裕なかったね。はい、どうにか、巣窟のリベンジ達成です。そして第4ステージは極炎というね、ステージが、解放されました。そういえばね、あの視聴者のコメントであったの今思い出したんですけど、確か味方が死んだらそいつがリーチマンになるはずだった気がしますっていう風に書いてあったんですよ。まさにそうでした。ただ、ボス戦では、もうリーチマンにはならないみたいだね。そこが救いかな。余分な敵が一人増えんくてよかったです。それじゃあね、次回はこちらの、極炎やっていきたいと思います。本日も見ていただきありがとうございました。はい、それではね、これにて失礼させていただきます。またよかったらね、この続きも見てやってください。それでは、バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。